東京 そこは 日本で最も多くの関心が集まる街 東京 そこは 日本で最も多くの無関心が集まる街 みんな傷つくことを恐れ 自分の身を守ることで精一杯 人間らしく怒り 泣き そして笑うことを禁じられ だんだん感情がなくなっていく 感情なんて 持って生まれなければよかった 世の中がルール無用のゲームなら、私もこのゲームみたいな人生を思い切り楽しんでやろう。日々の小さな変化を見逃さず、観察し、記録する。そして仮説を立て、結論を導く。それが サイエンスの基本だ。私は戦うんだ。自由を手にする。その日まで。